でこれ、どういうことかっていうと、東横界隈で、お父さんが、えー、娘を連れ戻しに来たんだけど、この娘がね、お父さんを毛嫌いしている、まあ、性的に嫌いなんでしょうね。ってことでさ、要するに家庭環境が悪いから、このト横界隈とか、この暴走族とか、非行に走るわけじゃないですか。これっっててののはいいつの時代も変わってないんだよね いいじまいの頃から変わってないと思うよ。まあ、彼女もさ、自分の周りにはそういうね、家庭環境が悪い子ばっかだったって言って、まあ、万引きとかしまくったわけですよ。10代の時から。で、とい子の子はさ、こうやって家に居場所がなくてね、まあ、本来、まあ、この子十代だと思うんだけど、あったかいね、家庭があるわけじゃないですか、普通は。でも、中にはこうやって脇ありでさ、この、町こいつ無理みたいな親の元で生まれた子なんかは、 ね、安なく場所がないから、こういうところに来ちゃうんだよね。で、これ見てるとさ、このお父さん、おそらくね、まあ俺が勝手に思うことなんだけど、たぶん離婚してると思うんだよね。お母さんとそのうまくいってない妻と。で、このお父さんにもなんか発達障害とかあんのかなってまあ僕は思います。だから、このね、娘さんの方がもう毛嫌いしてるし、その、 まあ娘さんにもそういう遺伝でね、その発達障害とかあるのかもしれないよねって僕は思うんですよね。だからまあ、素直にさ、このお父さんのところに帰っても、それはそれでこの娘さんが参っちゃうわけですよ。で、この、ここまでさ、娘さんも忘れちゃったら、お父さんも手に負えないわけじゃないですか。じゃこれどうしたらいいのかってことなんだけど、親がちゃで本当に失敗してる人っているんだよね、このお子さんでね。だって自分ちの親がさ、 そうういこと、ね、変な宗教とかさ、万引きするお母さんとかさ、なんか職場でいじめとかするやばいね親だったら、じゃあどうするのかだったらさあの、俺は国の力を頼るべきだと思うんだよね。生活保護はいいと思うんだよね。生活もうポンって飛び出して、そこで暮らせようって。そうすればちゃんとさ、衣食住揃えるし、あのうん、こ変なさ、友達とかできなくて済むからと思うんだよね。だから東横 まあ、なくなった方がいいと思うんだよね。で、今、あの、歌舞伎町タワーができて、東横もなくなってんだよね。まあ、物理的にね。で、やっぱり、この、うん、こういうさ、あの、悪い人間同士がくっつくと、その、ろくなこと起きないから、僕は、東ー横、海部なんてなくなって、一人一人が生活保護で自立すればいいじゃんと思うんだよね。親がちゃ失敗した、ね、こう、いくら親とはいえさ、離れた方がいい相手ならばね、離れた方がいいと思うし、 まあ、親がちゃ失敗したから生活保護で普通にね、一人暮らしすれば問題ないよって僕は思いますけどね。これが救済かなって思います。どうもありがとうございました。